はい、こんばんは。パルプンテオニヤマとワンドラゴンとアズミンです。はい、ガチャ、今月の第3弾ということでアズミンのね、はい、庭に来てます。はい、はい、アズミン、その前ですね、はい、何を引いたんでしたっけ、はい、今月の順号を教えてください。そうですね、引きすぎなんですよね、マジで。今超整理してます。整理しょ、整理しょ。いない整理しちゃってる、整理しちゃってる。はい、風さん引いてるんですよね、羨ましい。悪口入ってきた。もうね、きしょいです、もう。ここまでいいキャラ引き出したら。いや、もうほんと強いですね。水紐作りました。水紐、そうなんですよ。一発ツモで、イフリート第1回目の紹介、水紐ですね。意味わからん。もう意味わからんすよね。おまけに風猿。完璧っすね、もう、引きが。え、もういいやん、引かんで。もう引かんでいいやん。いや、もう欲求が。欲求がすごい。泥沼っすね。もうどんどんいいキャラ出るからどんどん課金しちゃうっていう。まあそんな感じで今回は何を引いてもらえるんですか。はいはい、今回は頑張って貯めました。あ、貯めた、絶対課金だろ。82でも貯めれねえよ。不思議、この男が貯めれるわけよ。ほんとそれ、すぐ引いちゃう、この人。光闇が4連、かけらだから。これ買ってんだ、これ。これ買ってんだ、これ。伝説が1、はい、オッケーです、はい。じゃあまあ、はい、不思議からね、はい、長いですか、ちょっとお付き合いいただいて。連打します。連打いきます。そうですね、はい、86年パパッと引いちゃいましょう。はい、まあ最初はね、またね、この男すぐバチらせますからね。ほんまにびっくりしますよ。もうほら、もう引き慣れてるもんな、これ。早い、チクペースが。おお、でも早いんだって。おかしいよな、これ。何ですか。うわー、やったやん。要介護老人。バーバリアンキン。水の要介護老人来ましたね。はい、ヘルパー3級ぐらい。必要な。さあ次。もうすぐバッチリそうっすもんね、なんか。ルシェン。何が欲しいんですか。ルシェン。ルシェン。ルシェンが、あ、餌が来ましたね、欲しいの、はい。地味に嬉しいっすね。ですね。昔はこれバッチって、あの、覚醒の星4が来てたんで、ほんま。なんだこれ、イライラすんなって。殺すぞ、これ。やばいっすね。それが今もうバチらなくなったんで、なんか出るとちょっとラッキーぐらいのね、キャラクターになりましたよね。前はモチベーション下がった。モチベーションすごかったよな。ね、で、あれですもんね、ワンドラゴンさんに関しては、バッチった伝説最初、あれですかね、覚醒済みの順。そうそうそう。星5ですから、あれめっちゃモチベーション下がるでしょ。え、星5やろ。おわ、やばい。なんであ、これ、大当たりおめでとうございます。当たりですか。当たりです。ファントムシーフですね。水、これは、スキル3を見てみてください。すべての、敵の攻撃値を 50% 減らしながら防御力下げるんで、ほう、まあガレオン持ってましたっけ。ガレオンはいます、いますね、いますよね。ガレオンが主導になるんですけど、はい、モンスターによっては自分のアタッカーが遅いと、はい、いう時はこれを使うと、まあ、50% ゲージを下げてくれるんで、まあ攻撃バフはつけれないんですけど、まあそのガレオンより、まあ、分別して、ガレオンはガレオンでいいとこあるんですけど、ファントムシーフはファントムシーフでいいところがあるっていう感じですね。まあ、使い分けができる。まあ残しとく、残しときます。そうですね、自分も残してます。やっぱりね、いいキャラ引きますね、本当に。本当にルシェン、自分なんてこの水のファントムシーフ行くまで風と火を何十体手に入れたか分かんないですからね。水欲しくてガッセ引いてたのに。属性がいいですよね、基本的に引くやつの、うん、当たりの属性を。バチるの早くない？うん、早い。え、でも今回はあんまりバチらない。わかんねえよ、マジで。イライラする。マジか。俺こないだ50連バチんなかったっすね。あんなものね、その感覚なんなん。そういうな、俺バチらなくなったかなと思った。ゲームの設定上重たいんでバチらなくなりました的な。今何連ですか。結構行きました。結構行きましたよ。結構ペース早いんでね、43、半分いったっすね。半分行きましたね。半分まだ2バチ。あ、2バチ。ああ今回、うわ、ちょっとチャンネル変えます。あ、なるほどね、ここチャンネル変えていくスタイルで。ちょっとさっきまで話してたんでね、はい、1、2、3。何チャンやったんですか。120でした。あ、120。1、2、3でいきます。はい、前回ワンドラゴンさんが順号引いたあれですね、チャンネルですね。はい、
やっぱりね、ワンドラゴンさんのもう残りががひどくて出なかったっすね。いいバチリが。ゴーレム。おお、なんか今回ちょっとあれですね。そろそろ止められてきましたね。いやとか言いながらバチっていいの出るんですよ。いやどうなる ?80 連で今、だいぶ来ました。34連。来ましたね。50連ぐらい引いて。知らないね、たまにはこういうこともありますよ。そう、おバチったバチったバチった。で、いいの出るんでしょ。何出ました。ああ、いや、持ってましたっけ。多分持ってないですね。ああ、じゃあいいですね。24% 速度リーダー。自分も今育てようかなと考えてて。ワンドラゴンさんがもう星6ですね。強いですか。速度 24% 上げるんで、いいですね。まあ、ちょっと上級になってからですかね。バナーダの迅速ルーンが厳選できて、速度パーが作れてからですね。育成するのは。もうちょっと、あれですね。眠ってもらってないと。うわ、バチだ。何なんこの速さ。すぐバチる。何なんすか。ああ、海賊。いいですね。スキル上げに使いますね、うん。大事なキャラクターです。ルシェンが来てほしいんですけどね。とか言いながら順号引くんですよ。順号引くんですよ。で、ワンダロゴンさん発狂の流れ。いつもの。あ、いいですね。餌来ましたね。画面割ります。勝ち気で。また今回ちょっと穏やかですね。前回順号引いてるんで。まあまあ穏やか。いつもね、なんか、貧乏移りすごかったり。下打ち聞こえたりしてるんですけどね。もうね、欲がなくなりました。欲が。前回も欲なしで引きましたから。おお、落ちた。来ましたね。早い。早い。落ちるのが。なんだ。マーメイちゃんですね。まあまあまあ。まあまあまあ。使えるっちゃ使えるっすけど。おい、なんで2連続。いやいや。これ、順号じゃん。シワ寄ってんな、これ。なんだ。あ、ベルデ。ベルデ。やったじゃないですか。3体目。3体目ベルデ。これ、スキル2を上げたらあかんのですか。あんまり上げない方がいいですね。本当にアタッカーで組む感じで。はい、作るならスキル2を上げてもいいんですけど、結構火力が出るんでスキル2。ただゲージ操作としてのキャラクターで、はい、まあ、全般的に使うんで、まあ、基本的にはスキル上げはあんまりしない方がいいかな。じゃあ2体作ったらいいやですね。そうそうしましょう。一番アイラブ聖徳さんなんですけど、はい、その人はもう完全に火力特化で、はい、ドラゴンすごい速いんですけど、マジっすか。火力すごい出てますね。攻撃不利なんじゃないかな、クリダメとかで。4番クリダメのクリ率しっかり上げて、はい、ダメージがすごい出るようになってます。やばいっすね。強いです。やっぱり考えることが違いますね、やっぱりね。次元が違いますね。次元がちょっとね、ルーン自体がちょっとちゃいますからね、自分で。あれ何回回ったらあれだけ。本当そうですよね。永遠と回ってないと無理ですよね、あんな。すごい上級者のルーンってすごいですからね、本当。おお、バチりましたね。さあ何が出る ?5 か忍者。忍者。水忍者。風が欲しいんですよ。まだ持ってない、ね。水忍者持ってます。あ、持ってるやつですね。風が欲しいですね。おお、なんなんもう分かれへんもん。おかしい。あ、え、これは。やっばびっくりした。君らかと思った。俺もガンガン君らかと思った。俺も。もうやめろよ、その恥ずかし方。マッサージできて。お前、ほんと人騒がせ、マジで。ほんとに。いやー、やばいですね、鳥人間。厄介ですね、鳥人間。ラスト。水がね、調合できるようになったんで。はい、まあそこまでですね。やっぱり水が一番いいかなと思うんで、はい、あ、そうなんですか。そうですね。あ、じゃあいきますか。光闇いきましょうか。バチりますか、はい、バチりますかね。これバチる、バチる。個人的にアリアがね、出てほしいですね。ああ、取れなかったんで、アズミン勘違いしてて。そうですね。ハルピーヤ、ハルピーヤ、ハルピーヤ、秘密のダンジョンで撮る。かわいらしいキャラクターですよ、本当に。おー、音沙汰なしですけど。あ、いいですね。これハードタワーで使いますね。あ、そうなんですか。はい、無敵パに使えるエピケオン司祭ですね。さあ次。あー、3回目。まあでも純さんでも強いキャラいるんでね。おー、おーしか言えない。わかんねえな。こいつわかんねえな。なんでわかったんすか。まあ俺もおーっていう気持ちだったね。あー、今回はちょっとバッチらなかったんですけど。うわ、パッファー、なんか見たことある。あ、これ秘密ダンジョン。秘密ダンジョンの本用騎士の人ですよ。でも強いんちゃう。強いですね。とで行く手間が省けましたね。伝説行きます。ではでは伝説、はい、バチるのか。バチる、バチったー、バチるんです。これバチるんです。
あ、欲しい欲しい大当たりなんですか水のコボルト爆弾鏡爆弾設置で一番メジャーですね、はい、威力高いです、今回は、特殊召喚がありますどうしますザイロスいきますザイロスやべえやばい宣言していっぱいですいっぱいです預けていきますこれは引くなというお告げか引きますザイロスいきますザイロスいきます決めてます引くキャラ決めてますザイロス引きますやべえ人や行ってみて俺もザイロス引きて俺も8回引いて終わりましたから終わりました1回バチって水のお侍さんが出てないそうっすねサムライサムライ持ってますって言う持ってるサムライまだ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 分かんないですまだ分かんないですよフェアリーフェアリーフェアリーバチッうんあと何回ですかあと1回ラス1ラス1いきますザイロス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 これでザイロス出るんですかねえ出ないです諦めてください間違えなかったら諦めてください、まあ、こんな感じですねですね結構引いたっすけどあ電源がなくなってきたぞやばいぞ以上ですね以上ですか、ね、はい、はい、何が出たんでしたっけ今回は結構量出ましたね結構終盤めっちゃしわ寄せてね2連続が2回ぐらい出たんで1,2,3,4,5,6,7,8,9 出すぎやろ9体で伝説1枚あったんでまあ10連に1回は絶対バチってますねおやべえやろ素晴らしい確率ですねまあ使えるのはやっぱりコボルト水のファントムシーフ水、はい、あ水が増えましたねレパートリーだいぶですねサキュバスサキュバスの手に入ったんでこれは育成を頑張らないといけないですね。またいいキャラ増えたんで。餌もいっぱい増えました。餌もいっぱい増えました。これ使っていきましょう、餌を。星6にしていきましょう。はい、まあ。とりあえず、サルス、サルスね。そうですね。多分明日にはなっとんじゃん。すぐ星6。これ見てください。これ1ヶ月ちょっとの手持ちですからね。星6の数。やばいでしょ。1ヶ月で闇譜とか考えたことないよ、俺。すごい速度で成長しますね。星6何体あるんですか？何体ですか？ 1,2,3,4,5,6 あ、おかしいおかしいおかしい。おかしいおかしいおかしい。1週間に1体できてますかね？計算上。計算上ね。ぶっ飛んでる。え、なんでって言わんの？いや、すごいっすね。はい。まあ、こんな感じでね、今回、あずみんのガチャ動画になりました。はい。はい。またチャンネル登録とかお願いしたいです。では、お願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、こんばんは、パルプンテ鬼山と申します。そしてですね、こちらがですね、ワンドラゴンさんですね。いや、実はワンドラゴンさん、この世の存在じゃないんですね。実はイタコのおばあさん、近所のイタコのおばあさんをうちに呼んで、ワンドラゴンさんの霊をこうね、下ろして一緒に撮ってる感じなんですけどね。はい、まあその動画撮った後、まあイタコのおばあさんと何してるかはご想像にお任せします。ちょっと待ってまだ生きてますまだ生きてます。出方下手くそまだ生きてます。こちらワンドラゴンさんですね。どうも。生きてます生きてますでね、今回この動画を撮らせてもらってるのも、実はチャンネル登録をね、はい、してほしいなっていうことで、そのお願いで動画の最後に付けさせてもらってます。でね、もうチャンネル登録してくれたら、もうこのマスクつけてたりサングラスしてるんですけど、1000人チャンネル登録1000人そうですね超えたら、おワンドラゴンさんサングラス取ります。え、いやいや、ダメですダメですいや、顔出しします。顔出しはダメですまずいまずい。いやいや、もういいや、顔出しでも全然大丈夫でしょ。いやいやいや、とんでもないですよダメですダメです顔は出せないと。顔は出せない。顔は出せない。顔は出せない。ただ1000人登録したら顔を、しょうがないしょうがない、しゃーなししゃーなし、もう顔出ししてもくれるそうなので、1000人登録していただいたら、ぜひチャンネル登録のよろしくお願いします。お願いします。またですね、もうやっぱりワンドラゴンさんの供養にもなりますんで、いやチャンネル登録しねえしねえ。あ、しねえまだまだこれからこれから死ぬから、これから、うん、星野が出んかったらちょっと死のうかな。結構思いつぶ先発待っとるやはい、ということでチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。画面の右下にあるチャンネル登録って書いてあるボタンをポチッと押してくれたらチャンネル登録できますんで、
はい、またその動画を更新したやつもねお知らせで出るんでね、いろいろと便利なんでぜひともよろしくお願いします。それではパルプンでオニヤマでした。ワンドラゴンでした。